ても緊張してます。今のところまっすぐが強い球を投げれているので、まっすぐにも自信もしつつ、まあ、変化球で打ち取れたら、まあ、いい形でアウト取れると思うので、このまっすぐをどれだけ活かせるかっていうのも重要だと思うので、そこを頑張りたいです。国を代表する選手の一人でもあるので、打ち取れるように頑張りたいです。ワクワクよりかはドキドキの方が大きいです。2軍にいないバッターと対戦できたので、そこはすごくいい経験だと思います。あの時は、まあ、いい結果だったので、これは次につながる自信だと思うので、しっかりまた頑張っていきたいです。次は、まあ、初勝利できるように頑張りたいです。
特許に数字っていうのはないんですけど、ずっと一軍定着したいなっていうふうに思ってます。